どうも皆さん、 The Days of Jazz and Wine の、ボリューム3です。僕は今、神田にある東京タックという、ライブハウスのファイナルライブを終えてお家帰ってきて、まあ、この間の残ったワインをこれから飲んで、まあ、寝ようかなと思ってるんですけれども、普段はその、お昼間、まあ、ランチタイム営業して、週の、まあ、木金土あるいは日曜日とかに、ライブスペースとして、やってた場所なんですけども、まあ僕はそのアメリカから帰ってきて2年目ぐらいですかね、だからもうまだ24、5の頃ですかね、24、5の頃にその、当時というかつい最近まで責任者をやってた田中伸介さんという方から直接、僕がライブやってるところに来てくれてですね、今でもすごい克明に覚えてるんですけども、武蔵野美大ですね、武蔵の学園祭に呼ばれて演奏、ゲスト演奏した時にちょうど客席でその田中伸介さんが、我々の演奏を見てて、ぜひこの今度は新しいクラブを始めるからそこで演奏してくれないかと、まあ、確かオープニングは、日野照正さんのグループとか、そういういわゆる大御所の方々がやってたと思うんですけども、その後引き継いで我々、若手ミュージシャンが、ライブを、やるようになったというかね。そして、本日の、12月28日ですね、今日をもって、タッククローズということになりました。まあものすごい残念ですね。まあそのなんていうんですかね、まあ、企画性を重視した、そのいい意味でのね、企画性を重視したあのライブを提供するというところに、特化したライブハウスだったので、まあ、僕もいろんなシチュエーションで、出演させてもらいましたけども、それこそ、95年でしたかね、95年かなんかには、ライブレコーディングもしてますし、まあ、それは僕はそのプロデュースという形でですね、いろんな、管楽器の、ジャムセッション的なものを、その当時、ライブ収録しました。本当にね、早いもんですね、月日が経つのは。まあ、店長の伊沢さんも、もう、創業を当時からの、スタッフ、そして今ここ数年間は田中さんの後を継いで、まあ、店の責任者として、やってこられたんですけども、本当にね、まあなかなか、まあ、諸事情って言いますかね、別にその、まあそのみんなが思うようなその、まあ、経営がやばくなったとかそういうことじゃなくて母体がありますからね。ただまあ逆に言うとその母体の方の事業のを優先するということになってしまって、まあ、今回、まあ、クローズするということに、まあ、急遽決まっちゃったかなという。まあとても残念ですね。でガラッと話題は変わりますけど、まあ、いかに私がまだまだ舞い上がった状態なのかということを証明するグッズはこれ、ソムリエナイフ買いました。シャトーラギオール高いです。高い、まあ高いね、2万円以上するもんね。ラギオール、シャトーラギオール、これがでもね、またまたこれまたいろんなものの象徴的だなと思うんですけど、
シャトー・ラギオールというブランドがまあ一番有名ならしい。今回初めて知りました。なんでかっていうと、ライオールっていうのもあるんです。さらにおまけにラギオール・アン・オブラックっていう3つある。でどれも同じこのエリア、同じ地域で、まず最初に作られたのはこのシャトー・ラギオールらしいんですけども、その後にそれに続いて、2つのブランドが世の中に出てきて、それぞれが本家であるみたいな、特にシャトー・ラギオールとライオールが本家争いをしてるらしい。なんていうんですかね、よくわかりませんね、僕らの業界にそれをこの図式があるかどうかはちょっとわかんないけど、よく僕が思うのは神戸と横浜、神戸が先、神戸がなんだジャズの街とか、横浜がジャズの街、一体どっちがジャズの街なんだって話によくなりますけど、ジャズの街じゃないや、日本ジャズ発祥の街、神戸が先なのか、横浜が先なのかよく言います。でしかもどっちもね、ジャズ神戸ジャズストリートもあるし、横浜ジャズプロムナードもあるしね、そういうさっきも言ったイベント性はすごい強調されてるかなとは思うんですけど、反面ね、意外とね、普段が割と、正直寂しいような気がする。やっぱり、デイリーに楽しむもんだから、もちろんそのイベントで盛り上がるのもいいとは思うんですけど、デイリーサポートサポートっていうかね、デイリーにこう、ライブに足を運んでもらいたいかな。なんかあんまりライオールラギオールの例えとマッチしてませんでしたね。ちょっと無理やりな論法でした。すいません。また今度。